株式会社京都放送は京都府と滋賀県を放送対象地域とする中派放送事業と京都府を放送対象地域とするテレビジョン放送事業を建営している特定地上機関放送事業者である。略称は KBS でテレビラジオともに愛称の KBS 京都と呼ばれることが比較的多い。ただし、ラジオにおいては 滋賀県の滋賀放送局による放送内で KBS、滋賀を使用することがある。1951年にラジオ局として開局。京都放送株式会社。現在とは逆に法人格が末尾につくとして設立された。1964年10月に社名、局名を近畿放送に変更。1969年4月にテレビ局を開局。 1994年9月22日に糸満事件に絡み会社構成法の適用を申請し事実上倒産したが放送自体は1日も途切れることなく継続し1995年10月に社名を株式会社京都放送に変更改めて符を進め現在に至っている現在の KBS 京都の愛称は1981年の 開局30周年を記念して制定され、現在に至るまで親しまれている。2006年4月から、曲発のラジオテレビ共通マスコットキャラクターとして、カモナスをモチーフとしたカモンナスが採用されている。それまでは、ラジオに限り、ラジタント、ラジリンが使用されており、2011年1月には、新キャラクターの登場が告知されたものの、2014年3月時点では、 カモンナスがそのまま使われていたが、2021年現在では使われていない。ラジオテレビ共通のスポーツテーマ、音楽フランツホンブロン、ヨーロッパ番税である。2021年4月1日、テレビラジオ県営民放局だった毎日放送が、ラジオ放送事業を MBS ラジオに分社したため、近畿地方における唯一のテレビラジオ県営民放局となった。企業、 団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出典、1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、KBS 京都の歩みを参照。歴代社長アナウンサー、男性女性契約キャスター過去の所属者全国、ラジオネットワークに加盟しており、近畿地方では、ラジオ大阪と共に、 系列の機関局的な役割を担っている。毎朝5時を起点とする24時間放送を実施している。また、AM ステレオ放送は行っていない。前日の通り、滋賀放送局による放送では、KBS 滋賀という独自の愛称を使用しており、一部の時間帯で、全エリア向けの番組や滋賀県内向けのローカル番組を放送している。 ただし、2006年4月の改編以降は大幅に縮小され、2016年現在は全エリア向けの番組を制作している。その他、夏の高校野球、滋賀県大会や本大会の滋賀県代表の試合を独自に中継している。また、かつては自社制作の深夜性番組も多数編成し、2000年代半ば以降は自社制作番組は減少傾向にある。 2005年4月より文化放送のニュースパレード、同年10月からは同局のデコメン、と日本放送の福山雅春のオールナイト日本サタデースペシャル、魂のラジオのネットを開始した第2スタジオ、第3スタジオの3種類がある。また、市が放送局にも別にスタジオを設置し、独自番組で使用している。ラジオ大阪、ラジオ関西、 和歌山放送と地震等の大規模災害時の相互援助協定を締結。京都放送局の送信所高さは137メートルあり、a m ラジオ単独の設備としては日本では数少ない自立型タワーである。写真聴取可能エリア放送対象地域以外に、FM 放送は名古屋や岐阜などでも聴取可能である。サテライトスタジオアルファステーションとの 合同企画全国独立放送協議会に加盟する独立放送局。リモコンキー ID は5。24時間放送は実施しておらず、26時台にはすべての番組を終える。放送休止中は基本的に台風接近時もしくは地震発生時などを除いて停波するかカラーバーを流す。また朝は5時55分より放送を開始する。 兵庫県のサンテレビとは古くから関係が深い。2001年には業務協定を結んでサントネットを形成し、これに伴い翌2002年度は生放送の同時ネット番組ラブカンも放送したことがある。2007年4月に結成された東名阪ネット6にも同局と共に参加している。自社制作のオリジナル番組のほか 他のキー局系列局で放送されていない、キー局などが制作した番組の一部もネットしている。特に2000年代にフジテレビと資本提携を結んだ関係で、同局の番組が複数放送されている。また、フジテレビの系列局である関西テレビとも関係が深く、共同で番組を制作したり、関西テレビ、京都チャンネルに番組を供給したりしていた。また、 開局から1年間に限り NHK ニュースを朝、昼、夜に同時ネットで放送していた。また、地方局では独自のドラマ番組をいくつも手掛けており、その多くが大学との山岳連携により制作されたものである。また、台湾や韓国などの海外のドラマも積極的に放送をしており、2004年にはメキシコのドラマを放送したこともある。 字幕放送は長年行っていなかったが2010年2月19日のバンクーバーオリンピック中継で初めて実施し同年6月より海外ドラマデッドゾーンより定期番組でも開始した対象番組で表示するテロップは当初は字幕多重放送というもので2011年7月のアナログ放送終了まではデジタル放送では 字幕多重放送もお楽しみいただけますというテロップが表示されていた。後に、情報型枠に字幕放送という表示になった。なお、番組販売により放送しているものでは一部を除き、行われていない。現在は、独自編成を原則としているが、テレビ大阪の開局前は、東京12チャンネルの番組が多数同時ネットで放送していたほか、こんにちは。 奥さん二次ですなど、共同制作番組も手掛けていた。テレビ大阪の開局以降は、協定により原則として、テレビ東京の番組を同時ネットすることを禁止されたが、テレビ大阪の放送対象地域が大阪府のみに止まっており、京都府内で視聴できない地域が多いため、テレビ東京系列のごく一部の番組を自社ネットで放送している。年代には、 自社制作のニュース番組タイムリー10において全国ニュースを放送しており、素材はテレビ東京から提供された。また、2000年代にはプロ野球の日本シリーズの中継を3テレビと共に同時ネットしたことがある。また、夏木静子トラベルサスペンスや大江戸総査網などテレビ東京系列での放送終了から一定期間が経ち、 著作権が制作会社にこうしたドラマ作品も放送されているが、オープニングやエンディングが差し替えの番組もある。このほか自主制作の中央競馬中継においても、関西以外の地方でのメインレースは、テレビ、東京や系列各局からの中継を受けている。これは、テレビ大阪の開局前から競馬番組を制作していることによるもので、テレビ大阪では、 中央競馬中継をしていない。また、同番組は、西日本の一部テレビ、東京系列局、及び、テレビ東京との取引関係がある他系列局でも、同時放送されている。なお、テレビ東京の菅谷貞彦社長は2007年5月31日の、定例記者会見で、アナログ放送が終了する2011年からを、目途に、放送対象地域が、 大阪府に限定されているテレビ大阪について、兵庫県や京都府へも拡大する構想を発表したが、その後は特に動きはない。2002年の株式割当増資の際、富士テレビと関西テレビから資本強化の提供を取り付けた。これに合わせ、当時関西テレビが運営していた専門チャンネル、関西テレビ、京都チャンネルにおいて、番組を共同で制作、放送するようになった。 2009年4月30日に同チャンネルは閉局したが2021年7月7日1時57分11秒現在も気温祭山ぼこ巡行の生中継を BS 富士で同時放送するなど両局との関係は続いている J リーグ中継のスカバー向けの放送では J リーグが各地元放送局などに制作を委託する形を とった2007年から2012年まで KBS が京都参賀会市主幹試合の制作を担当していた。また2011年からはセレッソ大阪の主幹試合を関西テレビが担当している。なお、関西テレビのアナウンサーが KBS テレビに出向出演したこともある。KBS 京都では1990年代には夕方を中心に 多くのテレビアニメを放送しており、平日の17時台から18時台もしくは18時台から19時台にかけて番組販売を通じて購入した多曲制作の旧作を複数放送していたが、2003年春に廃止されている。それ以降、しばらくは土曜日と日曜日のみの編成となったものの、2006年4月よりアニメでおはようと題した番組枠が設けられ、 事実上の復活となった。2013年4月からは、火曜日19時代に、テレビ朝日制作の特撮番組4月から2015年9月までは、他局で放送した旧作アニメを、2015年4月からは、月曜日19時代に新作アニメを放送する枠が、設けられている。2000年代後半以降は、主に深夜帯に放送されている。深夜帯での放送を始めて間もない頃は、 キー局で放映された一部の番組を近畿圏で唯一ネットする例がしばしばあった。現在は独立放送局を中心に放送する作品群が中心となっている。また、かつては他局で深夜帯に本放送される番組を土曜日の朝や昼前に放送していた時期があった。1998年からは時間帯を問わず視聴時の注意喚起のテロップが表示されている。 また、2007年4月中旬から2008年7月までの間は、日中の番組の本編開始前と B パート開始前に若さ生活のマスコットキャラクター、ブルブルくんによる視聴上の注意を促す CM が放送されていた。なお、続く2008年8月から2009年9月までの間にも、同社の通常の商品 CM が番組直前に流れていた。 2007年12月10日に地上デジタル放送対応のマスターの運用を開始してデジタル放送において画面比16、9の SD 画質制作の番組もフルサイズで放送するようになった。2009年3月まではテレビ東京のワールドビジネスサテライトを同系列での本放送終了直後に時差ネットしていた。2009年以降はアナログ放送において レターボックスが付加される番組ではデジタル放送と同様にウォーターマークが表示されていた。また同時期から民放各局で行われていた。さらに2010年7月5日より同様に各局で行われていたアナログ放送の全番組へのレターボックスの付加は前述のアナログ表示と画面下のアナログ放送終了告知とともに2011年1月12日より 行っていた。なお、画面比4、3で制作された多くの番組では、画面左右の黒帯の部分に、番組のタイトルなどを記した、独自のサイドパネルをつけて放送していた。2011年7月1日から各局で、行われていた、画面左下のアナログ放送終了までの、日数カウントダウンは、7月5日より実施した。その前日までは、画面上端に、 ご覧のアナログ放送終了まであと日、画面下端にコールセンターの問い合わせ番号を表示していた。そして2011年7月24日正午、もって地上アナログ放送を終了した。疑音化月の寄せ中継を放送していたが、アナログ放送ではデジタル以降の案内アナウンスの途中で終了となった。ブルーバックでのアナログ放送終了画面に、 切り替えられた後、17時頃に停発した。オフしたつぼねは、垂直変化で送信している。以下の京都府外のケーブルテレビでは、区域外再放送が行われている。地上デジタル放送への完全移行後も、大多数のつぼねが再放送を継続している。公式サイト内に掲載されているエリア図によると、京都府をはじめ、大阪府、滋賀県のほぼ全域と奈良県。 兵庫県、福井県の一部でも視聴が可能で、デジタル放送の放送区域内世帯数は約125万世帯に上る。放送事故発生時に流れる映像は、しばらくお待ちくださいという文字のもとに、怪我をして包帯を巻いた熊のイラストが配されたものである。また、1990年代には、ヨットのイラストが配されたものが使われていた。 競馬番組におけるものアニメ番組におけるもの、ありがとうございます。